マイク、タイソンとカシアス、クレー、後にムハンマド、アリと改名、が両者とも全盛期に戦った場合、私はマイク、タイソンが勝つと予測します。まず、マイク、タイソンは非常に強力なパンチャーであり、瞬時に相手をノックアウトできる力を持っています。彼は短い腕を使って非常に迅速かつ猛烈なパンチを繰り出し、その攻撃力は恐ろしいものがあります。彼はまた、相手の攻撃をかわし、非常に近い距離での攻撃を得意としています。一方、カシアス、クレイは非常に優れたフットワークとスピードを持っており、ボクシングのテクニックに優れています。彼は相手の攻撃をかわしながら、自分の攻撃を的確に放ちます。彼はまた、体力にも優れており、長い距離を走ることができます。試合が始まると、クレイはまずフットワークを駆使して距離を取り、ジャブを繰り出します。しかし、タイソンはそれに対して非常に速い動きで接近し、強烈なパンチを打ち込みます。初めの数ラウンドでタイソンはクレイを圧倒し、ダメージを与えます。クレイは相手の攻撃を避けながら反撃を試みますが、タイソンの攻撃力に対して苦戦を強いられます。中盤以降、クレイは少しずつ自分のペースを取り戻し、距離を取ることができます。しかし、タイソンはいつでも瞬時に接近して攻撃することができるため、クレイは常に警戒を強いられます。終盤に近づくにつれて、クレイは体力が切れ、はじめ、タイソンの攻撃を受け止めることができなくなります。最終的に、私はタイソンが勝利すると予測します。彼は非常に強力なパンチを持っており、クレイのテクニックに対しても対処できる能力があります。クレイは間違いなくタフな相手であり、多くのラウンドで戦。た場合、タイソンもかなりのダメージを受けるでしょう。しかし、タイソンは圧倒的な攻撃力を持っており、彼の攻撃が命中することで、クレイはノックアウトされる可能性が高いです。総合的に見て、私の予測はマイク、タイソンが勝つというものです。彼は強力な攻撃力を持ち、相手の攻撃をかわしながら、非常に近い距離で攻撃することができます。一方、カシアス、クレイは優れたテクニックを持っていますが、タイソンの攻撃力に対しては苦戦を強いられるでしょう。カニ、多くの人々はカシアス、クレイが勝利すると予測しているかもしれませんが、私は自信を持ってマイク、タイソンが勝つと予測しました。ただし、もしカシアス、クレイが勝利すると仮定すると、その戦況はおそらく次のようになるでしょう。最初のラウンドでは、
クレイは彼の典型的な戦術である、相手の攻撃をかわし、相手に自分のペースに合わせて動かせるようにするでしょう。タイソンは積極的に攻撃を仕掛けるが、それをかわされます。2から3ラウンド目で、クレイは徐々にペースを上げ、自分のペースでタイソンを戦わせます。彼は素早く動き、攻撃と回避を組み合わせながら、タイソンに深刻なダメージを与えるでしょう。4から5ラウンド目で、クレイはタイソンに大きなダメージを与えることができます。タイソンは疲れが出てくるでしょう。この時点で、クレイはタイソンを倒すために攻撃を加え、ノックアウトする可能性が高くなります。総じて、カシアス、クレイが勝つ場合、彼は自分のスピード、テクニック、そして持久力を生かして、タイソンに対して攻撃することができます。しかし、タイソンは一撃で相手を倒すことができる危険な選手であることを忘れてはいけません。引き分けになる可能性は常にあります。両者が全盛期であれば、どちらも優れた技術と経験を持っているため、戦いが非常に接戦になる可能性があります。また、どちらかの選手が急に故障したり、予期せぬ出来事が起こったりすることもあります。そのような場合、試合は引き分けになることがあります。しかし、一般的に見て、マイク、タイソンとカシアス、クレイが全盛期で戦った場合、引き分けになる可能性はあまり高くありません。両者とも非常に攻撃的で、ノックアウトを狙うスタイルを持っているため、一方の選手が勝利する可能性が高いと思われます。どういたしまして。何か他にお力になれることがあれば、遠慮なくお聞きください。